についてご説明いたします。展示する戦車2両には光線装置が取り付けられており、射撃して命中した際は目標が反応して倒れます。続きまして目標について説明いたします。前方のグラウンド内に設置されてある赤、黄色、白の四角い板が目標となる敵の戦車であり、射撃時の命中判定をする装置が取り付けられています。また赤色戦車のそばには黄色と緑で表示された敵の歩兵も存在しています。展示に先立ち皆様に射撃した際の経験をご確認していただきます。皆様、白の台をご覧ください。